どうもこんにちは、太郎です。スムステパート3後半戦、今回からやっていきたいと思います。今回はエースツムとの交流にですね、いきましょう。いや、デュースと一緒にツムのお世話をしてるエースなんだけどな、まだなんかトラブルらしいトラブル起こってないけど、なんか起こしそうな感じするよね。楽しみ、いきましょう。ストーリーパートまで進めておいたので、ここからいきたいと思います。じゃあスタート。大丈夫かな、問題起こさなきゃいいけど。大食堂、なんか手品を披露してうまくいってるっていうところだったね。ツム、お前本当に手品は上手だな。どうやってコインを消したかわからなかった。もう一度見せておくれよ。すごい、みんな大人気じゃん。あー、これダメだな。サービスタイム終了です。どうした S？ え？ま、みんなもう十分楽しんだんだからいいっしょ。そろそろ寮に戻ろうぜ、ツム。なんだこれ、店じまいですか？え、もう終わり？次あたり動画を撮影しようと思ってたところだったのに。このツムは他にもいろんな手品ができそうだ。どうすればもっと見せてもらえるんだい？なんだか嫌な感がするな。それはもちろん、ツムと仲良くなるしかないでしょ。おお、どうやって仲良くなんだ？海外しく愛情込めてお世話すれば、お礼として見せてくれるはず。海外しく愛情を込めて？何を言っているんだ？意味が分かってないのかな、デュースは。ってことで、ツムのお世話をしたい人を。じゃあ、俺がやる。何を言っているんだい？ツムを世話するのは僕だ。これさ、今エースが言ってるお世話ってさ、どういう具体的には何なんだろうね。おい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 、大人気じゃねえか、エースツム。まあまあ、落ち着いて。一人ずつ順番にお世話してみればいいじゃん。うまくいけば手品が見られるかもだし、ダメでも夜に返してくれればいいんで。お世話してみればって、おい待てエース、それは僕らが任された仕事で。し、声がでかいって。その仕事はしなくて済むように俺が頑張ってるんじゃ。なるほど。え、エースツムはそれでいいのかな？みんなから大切にされるから OK？ なんだと？手品でタリオの生徒が集まってきたとき、チャンスだと思ったんだよね。手品を出しに、こいつらがツムの世話をしたくなるように誘導したってわけ。大成功だろ？確かに上手にやったな。いやでも、寮長にツムの世話を命令されたのは僕たちだぞ。なのに、誰かに押し付けるなんて。うわ、頭あった。真面目か。真面目なんだよこいつは。ツムはどうしたいんだろうね。よく考えろって。ツムも俺らよりチヤホヤしてくれるやつと一緒にいる方がいいだろ。だよなツム。あ、そっちの方がいいんだ。え、ツムがうなずいてる。もしかしてお前たちグルなのか？え、今更？お前たち何を考えているんだ？誰かに預けた後にツムが騒動を起こしたらどうするつもりだ？大丈夫だって。もしそうなったとしても俺たちは悪くない。だって少なくとも俺たちが面倒を見てる間は何も問題なかったんだから。そんな理屈が通るか。何かあったら僕まで寮長に首をはねられるんだぞ。これはデュースがちょっと黙っちゃおけないみたいな。考えすぎだっつーの。そんなに文句言うならお前がツムの面倒を見ろよ。断る。お前がその気なら僕は寮長に報告しに行くからな。え、これはまずいんじゃない？させるか。追い詰め、止めるぞ。まさかのさ、デュースと喧嘩して、ああ大きくなっちゃった。めちゃくちゃでかいよ。ツムが大きくなって、ほら
道を塞ぐんじゃない、めっちゃでかい。かわいい。よくやった。絶対にりょうちゃんのところには行かせないからな。な、何なんだ、何が起こってるんだ。あーっと、これ自体がトラブルになっちまうか。食堂でエースたちが何かしていると報告を受けて様子を見に来たら、なんだいこれは。つむちゃんの暴走かと思いきや、エースちゃんとデュースちゃんの喧嘩だったとは。まったく、つむがおとなしくしてても世話している方が問題を起こすんじゃ意味がないよ。もしあの二人のつむが同時に来てたら2対2の喧嘩になってたのかな。なってたかもしれねえ。そうだね、タイミングずれててよかったな。嫌なことを言わないでおくれケイト。万が一実現でもしたら困る。ほんとね、やばいフラグみたいな。そうだね、小競り合いは本物のエースちゃんとデュースちゃんだけでお腹いっぱいだよ。これ収まるんかこいつら。つむ、挟み撃ちにするぞ。てかこれさ、2対1じゃん。デュース大丈夫か。くそ、2対1は卑怯だ。そこまで、2人とも動いたら首をはねるよ。つむもだ。あー、つむがリドル君の怒りに触れちゃって。もうげ、寮長。エース、この騒動は一体どういうことなのか詳しく話を聞かせてもらおうか。やばいパターンになったな。とりあえず俺とつむの手品ショーでも見ます。これもう手遅れだお前。弁明不可能でしょ。続く。はい、ストーリークリア。いやー、ちょっとやっぱりね、トラブル起こしちゃいますね。なんかデュースまで巻き込んであんな感じになるとは思わなかったな。タリオの生徒とね、なんかトラブルになるかなと思ったけど、まさかデュースとは思いませんでした。次回はトレイツムとの交流ですね。楽しみだな。こちらもストーリーまで少しありそうなんで。あるね、トレイツム入れてって。はい、またストーリーパートまで進めておきたいと思います。では今回これで終わりにします。よければチャンネル登録、高評価、コメントなどよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。